今日から Next.js を使ったリアクト講座を始めていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、ということで早速始めていきますが、まずはなぜ Next.js を使ってリアクトの講座をするのかっていうのをお伝えします。で、素のリアクトだけを使って講座をすることももちろんできるんですけれども、実はこの素のリアクトだけだと、まあ、初心者にとって結構落とし穴となるポイントが多かったりします。で、例えば、ルーティングが特にそうですね。この URL と画面をどう紐付けるかみたいなところを、素のリアクトだったら自分で記述していかないといけないんですけれども、それが非常に難しかったりします。で、他にも例えば CSS モジュールを使いたいとかなった時とかに、ちょっと Webpack のセットをいじらないといけないかもしれなかったりだとか、サーバーサイドレンダリングっていうのを実現したい時に、素のリアクトだけだと非常に難しかったりします。そんな感じで素のリアクトだけで学ぼうとしたら、実はリアクトの構文以外の部分で、ちょっとですねつまずきやすいというか、あんまりですね、学ぶためには向いてないのかなと、最近思うようになったので、今回 Next.js を使って、もちろん Next.js もリアクトのフレームワークなんですけれども、リアクトを学ぶことができるので、この Next.js を使ってリアクトを学ぶっていうのがいいんじゃないかなと思うようになりました。ということで、早速ですね始めていきたいと思います。で、今画面に映っているのが Next.js のホームページで、The React Framework for Production というふうに書いています。で、下の方をちょっと見るとですね、Why Next.js ということで、なんで Next.js を使うのかみたいな理由、特徴がずらっと並んでおります。で、ここをですね一つ一つちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、まず最初に言っておくと、 Next.js はたくさんの機能があります。で、このたくさんの機能をすべて覚えようとすると、初心者にとってはかなり難しくなります。なので Next.js の中でも、最初にリアクトを学ぶために適している部分だけを今回使うというような感じです。なので、ここにある12個、他にもですね and more ということでたくさんあるんですけれども、全部覚えようとするんじゃなくて、まずは Next.js の最低限を使って、リアクトを学ぶというところに注力してください。で、まず一つ一つ見ていくと、まずはイメージオプティマイゼーションですね。これは画像の最適化なんですけれども、ブラウザとかで画像を読み込むときに適切なサイズにして、読み込みを早くしようというものです。ただこれも最初リアクトを学ぶ上ではそんなに必要じゃないんじゃないかというところで一旦飛ばします。で、次がインターナショナライゼーションで、これも国際化対応ということで、海外にサイトを展開するときに便利なんですけれども、こちらも一旦不要かなと。で、次の Next.js Analytics も、Next.js を作っているところが、そのサイトを展開するためのプラットフォームとしてバーセルというのも出しているんですけれども、2つを組み合わせることによって、簡単にですね Next.js の分析とかを行うことができるというものです。ただこれもですねあんまり最初のリアクトを学ぶ上では不要かなと思うので一旦飛ばします。で、次がゼロコンフィグ、こちらが結構重要なんですけれども、さっき言った通り素のリアクトを使おうとすると、自分で設定ファイルとか、いろいろ記述するものが必要なんですけれども、 Next.js だったら、ゼロコンフィグということで、いい感じにやってくれています。こちらは非常に恩恵を受ける部分じゃないかなというところで丸をつけておきます。で、次がですねハイブリッド SSG&SSR ということで、これは Next.js のもうコアと言ってもいい機能なんですけれども、最初の段階で必要かというと、そこまで必要ではないかなと思います。ただ最終的にこのハイブリッド SSG&SSR っていうのはもう Next.js の良さと言ってもいい部分になるかと思うので、ぜひですねこれは覚えておいてください。いつか必要になるものということですね。で、次のインクリメンタルスタティックジェネレーションもそうなんですけれども、もう Next.js のコアな機能ですね。ここもいつか必要になるということで、最初は一旦飛ばしておいてください。で、次がタイプスクリプトサポートですね。最近のアプリケーションはやっぱりタイプスクリプトで書くことが多いんですけれども、ここもですね一気にリアクトも学ぶ上にタイプスクリプトも一緒に学ぶってなるとかなりしんどくなるかと思うので、その次のステップとして置いておいてください。で、次がファーストリフレッシュということで、これは開発体験を良くするものですね。あんまり開発者が意識するところではないかなと思っていて、自動で有効化になっているので、一旦ここもそんなに必要ないかなと。で、次がファイルシステムルーティング、これがですね非常にでかいので、もう二重丸とかつけておきます。リアクトで普通に開発しようとすると、さっき言ったようにこのルーティングっていうところでも本当に苦しみます。で、これが Next.js だったら、ファイルシステムって言って、ファイルの規則に沿って、ルーティングが勝手に自動生成されるので、本当に楽にですね開発を行うことができるようになります。なのでこのファイルシステムルーティングっていうのはもう非常に使うものだと覚えておいてください。
で次が API ルートなんですけれども、まあ、これもですね、まあ、非常に有用なものではあるんですが、まあ、初心者の段階で必要かっていうと、まあ、そうではないと思うので、まあ、一旦飛ばして構いません。で次がビルトイン CSS サポート、まあ、ここも結構使うことになるんじゃないかなと思います。リアクトで例えばスタイリングをしようってなった時とかに、まあ、いろんなですね手法があったりするんですけれども、まあ、その一つに CSS モジュールっていうのがあるかと思います。でこれをですね設定しようとすると、まあ、さっき言ったようにちょっと大変だったりするんですが、まあ、Next.js の場合はビルトインでもう最初から CSS モジュールを使うことができるので、まあ、非常に便利だったりします。なのでここもですね丸をつけておきました。で次がコードスプリッティング&バンドリングということで、まあ、ここもですね、まあ最適化すると、まあ、Next.js アプリケーションをまあ本番環境で動かすときとかに、まあ、いい感じに、まあ最適化してますよというものなんですが、まあ、ここもですね、最初の段階では意識する必要はありません。はい、ということで、まあ、一旦ですねざーっと見ていったんですけれども、まあ、これら以外にもですね Next.js の良さがたくさんあったりします。ただ、最初の段階で全てを取り入れようとするとやっぱりパンクしちゃうので、まあ、今言ったようなこのゼロコンフィグですね、こことあとはファイルシステムルーティングとあとはビルトインCSS サポートですね、まあ、この3つの恩恵を受けながらリアクトを学んでいこうというものになります。はい、ということで早速ですね開発の方に入っていこうかなと思いますが、まずはですねこちら Docs の方を見ていただいて Getting Started ということで、まあ、このセットアップとかを済ませていきたいと思います。で早速セットアップをしていくんですけれども、まあ、この NPX か Yarn Create Next App ということで、まあ、お好きな方を使っていただくのでいいんじゃないかなと思います。まあ、この NPX とか Yarn とか、まあ、そういったものの使い方に関しては過去の動画をご覧ください。で今回は Yarn を使いたいので Yarn Create Next App を使っていこうと思います。で今コピーをして、まあ、ターミナルですね、まあ、ご自身のターミナル使っているものを開いてください。で私はちょっとカスタマイズしているので、まあ、少しですね見た目が違うかと思いますが、まあ、何でも構いません。で、まあ、今回はですね私はデスクトップにこのアプリケーションを作りたいなと思ったので、まあ、デスクトップでペットやってみたいと思います。そうすると Yarn Create Next App が起動して、まあ、プロジェクトのネームを決めてくださいというふうに出るので今回は Study React というふうにやっていきたいと思います。でそうすると、まあ、こんな感じでずらーっといろんな、パッケージとかをインストールしてくれて、セットアップしてくれます。で、まあ、こんな感じで Success というふうに出ました。でその後ですねここに、CD Study React ということで Study React のディレクトリに行って Yarn Dev をすることで、まあ、動きますよと書いています。なので、やってみますね。CD Study React に行って、で、Yarn Dev という風にすると、まあ、こんな感じで動きます。で、ローカルホスト3000で立ち上がっているので、こちらをコピーしていただいて、まあ、新しいところを立ち上げて、まあ、こんな感じで見ると、まあ、実際にですね、Welcome to Next.js ということで、Next.js のアプリケーションが動いているのが見て取れます。でこの Next.js の最初のコードっていうのがどうなっているのかっていうのも、まあ、ざっとですね確認だけしていこうかなと思いますが、この Study React ですね、こちらを VS コードで開いてみてください。で私の方では、ちょっとですねもうすでに立ち上げたので、まあ、そのまま説明を入っていきたいなと思います。でこんな感じで .next node modules pages public styles で .git ignore package json yarnlock readme というような感じになっております。でこの中でですね .next っていうのが、まあ、Next.js を動かすためのファイルになります。で過去の Webpack の講座ではソースのディレクトリ内にあるものを Webpack を使ってコンパイルしてで dist っていうディレクトリの中にそのコンパイル後のファイルを配置してでそれを動かすっていうのを見てきました。でこの Next.js も、まあ、そのようになってましていろいろページズとかスタイルスとかパブリックとかいろいろあるかと思いますが、まあ、こういったファイルを、この .next っていうところにコンパイルしてでそちらを動かしているというものになります。なので、実際裏側では Webpack が動いているんだけれども、まあ、ゼロコンフィグということで Next.js を使う上では、まあ、そこまで意識しなくてもいいものになっております。まあ、ここら辺が、まあ、Next.js の良さの一つですね。で次にノードモジュールズとパッケージ JSON、Yarnlock ですが、まあ、これはですね、過去の講座でもやっているので、詳しくはそちらをご覧ください。で、ちょっとパッケージ JSON の中身だけ見ていくと、まあ、このスクリプトですね、NPM スクリプトに Dev と Build と Start というのがあります。で、基本はですね、この Yarn Dev をさっき言ったかと思いますが、これを使って開発をしていきます。で、時にですね、本番環境の動きっていうのを確認したい時がありますが、まあ、そういう時にビルドをして、まあ、スタートをして確認するっていうのをやったりします。ちょっとですね、分かりづらいかと思うので、まあ、少しやってみようかなと思います。
でこちらの起動しているヤンデブですね、ヤンデブは一旦終了していただきたいんですが、このコントロールプラス C で終われるかなと思います。でここ一回閉じたので、このブラウザは更新をすると、まあ、こんな感じで見れなくなります。で次にですね、ヤンビルドというふうに打ってください。そうするとビルドのプロセスが走ります。でちょっと時間がかかるんですが、まあ、こんな感じでビルドが正常に終了したことがわかります。でビルドが完了すると、まあ、ここのファイル群に変化がないように見えるんですが、実は .next の中に、まあ、本番環境用にビルドされたファイルっていうのが配置されています。でヤンスタートが使えるようになるので、ヤンスタートをすると、まあ、こんな感じでデブと似ていますが、ローカルホスト3000で立ち上がります。で更新をすると、まあ、こんな感じで出てきたのがわかるかと思います。で先ほどのデブのコマンドの時と、まあ、ビルドしてスタートした時でどう違うのかという話ですが、まあ、ビルドしてスタートする時は、まあ、本番環境用に例えばコードを圧縮するとかで、まあ、最適化されていて、まあ、デブと比べて圧倒的に速度が速かったりします。で一方デブの方は開発の時に、まあ、最適化されていて、例えばコードの変更があった時とかに、まあ、ブラウザに自動で反映させるみたいな、まあ、そういうことができたりします。なので、まあ、このデブコマンドを基本的には使うことになるんじゃないかなと思います。まあ、このビルドとかスタートっていうのは、まあ後でお見せしますが、例えばバーセルとかにデプロイした時とかにバーセル側が使っているコマンドになります。まあ、ちょっとここは、最初は難しいかと思うので、まあ、一旦デブを特に使うっていうふうに覚えておいてください。で次にページ図なんですけれども、まあ、こちらはですねファイルシステムルーティングの根幹となる場所です。例えばページ図の中にいろいろファイルがあるんですけれども、まあ、今インデックスってあるので、なのでこのローカルホスト3000のところにアクセスできるというような感じです。でこれが例えば about っていう名前になったらローカルホスト3000すら about という感じになります。まあ、ここら辺のですねページ図のファイルシステムルーティングに関しては後ほど取り扱いたいと思います。また次の講座とか、まあ、次の講座ぐらいかな、まあそこら辺でやっていこうと思うので覚えておいてください。で次がですねパブリックですね。まあ、ここは静的なファイルとかを置いておくものです。よく使われるものとしては、まあ、アイコンとか画像とか、まあ、そういうものを置くことが多いんじゃないかなと思います。で次にスタイルスということで、まあ、ここはですね、Next.js はそんなに関係なくて、まあ、ただただこんな感じでスタイリングをするために、このグローバル CSS と本モジュール CSS を、まあ、置いている場所という感じです。まあ、ここは別にスタイルスって名前じゃなくても OK です。まあ、このページ図とパブリックっていうのは Next.js が定めているものなので覚えておいてください。で次に Gitignore と、まあ、ReadMe なんですけれども、ここは、まあ、Next.js はそんなに関係なくて、 Gitignore は GitHub とかで、まあ、使う Git ですね、 Git で使われるもので、まあ、ReadMe も、みんなにですね見やすいようにドキュメントを書くところというふうに覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、ざっと見てきました。で今回の、まあ、趣旨としてはリアクトを学ぶことですので、 Next.js を深く勉強するってことはまた別の機会にしたいなと思っています。でリアクトを学ぶ上でも、やっぱり Next.js を使って学ぶというところで少なからず覚えないといけないところがあったりするので、まあ、そういうのは後ほどまた別途講座として出していきたいと思います。では次にですね、この今立ち上げた Study React っていうプロジェクトを GitHub に上げて、でそのままですねバーセルと連携させてデプロイするっていうのをやってみたいと思います。でこれからの講座は逐一デプロイするっていうところまでやろうかなと思っていて、まあ、その方がおそらくですねデプロイの方法とかも皆さんもわかるようになりますし、まあ、そういう癖がつくかなと思っておりますので、ぜひ一緒にやられる方は真似してみてください。でこの今回のですねこの GitHub 連携してバーセルとつなげるっていうのは過去に講座も出しています。まあ、そちらで詳しく見てみてください。で早速ですねやっていこうと思いますが、まずは GitHub のリポジトリを立ち上げる必要があります。で今回はこの新サロンのところに作ろうと思いますが、皆さんの場合はですね個人のプロジェクトとなるかと思いますので、この Your Repository というところのこの New を押すことによって新しくですねリポジトリを作ることができます。まあ、私の場合は新サロンでみんなに見えるようにしたいというところでここに作ろうかなと思います。でリポジトリネームの方は Study React にして、でディスクリプションはちょっと置いておきますね。で、まあ、公開非公開設定ですが、まあ、今回はプライベートでやりたいと思います。まあ、皆さんはですね GitHub の組織に属しているかと思うので見られるんじゃないかなと思います。でここら辺はちょっと無視していただいて、クリエイトリポジトリを押すとこんな感じでリポジトリが立ち上がります。
で、いろいろですね、連携の方法がありますが、ここですね、Existing Repository from the Command Line というところで、すでにこのリポジトリがローカルにある場合に、コマンドライン上で追加するものになります。でここをですねコピーするだけで、簡単にできます。で一旦ですねこっちはちょっと閉じていただいて、これをペッと貼り付けると OK です。でエンターを押していただくと、こんな感じで始まって、で、すぐに終わるんですけれども、多分こちらを更新すると、こんな感じで今立ち上げたスタディリアクトのプロジェクトが GitHub にうまくプッシュすることができました。ここら辺をですね、もう当たり前のようにできるようになると、エンジニアとしても、一つ成長できるんじゃないかなと思うので、自分で何かしら勉強したものを簡単に GitHub に上げるっていうのは、習慣化しておいてください。で、次にですね、バーセルと連携したいなと思います。で、まずは新しいタブでバーセル .com と打って、で、今回はシンの中に立ち上げます。でバーセルのこのアカウント作成がまだの方は、無料ですのでぜひお済ませください。で今回はニュープロジェクトを押していただくと、新サロンの中に、今ですね立ち上げたこのスタディリアクトっていうのが出るかと思うんですけれども、もしかしたら出ない可能性もあります。というのは何かと言いますと、このバーセルですね、バーセルがこの新サロンのこのスタディリアクトっていうプロジェクトを読み取る権限がないというふうに言われています。でそこをですね許可するにはここが必要だったりするんですけれども、人によっては最初からですね全権限を許可している可能性もあるので、必要ないステップかもしれないというところを覚えておいてください。で私の場合はちょっと権限を付与する必要があって、新サロンの方でこのパーミッションズですね、で今このリポジトリアクセスっていうのがオールリポジトリじゃなくてオンリーセレクトリポジトリーズというふうになっております。なので、先ほどはですねこのスタディリアクトがここに出てなかったので、立ち上げることができなかったという感じになります。なのでここをですね増やす必要があるんですけれども、例えばスタディって打つとこれ出てきますので、これを押すと、こんな感じで上の方に追加されたのを確認してセーブを押してください。そうすると、先ほどのところに勝手に戻ってスタディリアクトですね、心が表示されているかと思うので、これをインポートすると、次の設定画面に進みます。でバーセルの中のどれと紐付けますかっていう話なんですけれども、今回はシンなのでここを押します。皆さんの場合は個人アカウントですね、パーソナルアカウントを選択することになるんじゃないかなと思います。でこれをセレクトすると、いろいろ設定項目が出てきますが、Next.js の場合はですね設定をする必要がそんなにないかと思うので、そのままデプロイを押してください。すると、先ほどのですね、こちらのビルドコマンド、これが、バーセル上で行われるのがわかるかと思います。ちょっと見ておいてくださいね。でこれをデプロイを押すと、出てきますよ。ここにいろいろですねバーセルがデプロイするための、コマンドとかがずらっと並ぶんですけれども、ここにですねビルドの、インストーリングビルドランタイムということで、ビルドをするためにいろいろですね動いています。でまずはですねこの Yarn インストールということで、必要なパッケージとかが、ずらっと並びます。でこちらですねこれ皆さん見えますか、 Next Build というふうにあります。これはちょっと先ほどの、ここの Next Build ですね、この Yarn Build でした時に Next Build って出るかと思いますが、その Next Build が、行われたという感じです。でビルドがですねしっかり終わって、そろそろ紙吹雪が舞うんじゃないかなと思います。お、できました。ビルドが終了したので、こんな感じで、うまくですねプロジェクトをデプロイすることができました。でビジットを押していただくと、こんな感じで先ほど作った、Next.js のプロジェクトに、ちゃんと URL が割り振られていて、皆さんもこの、StudyReact xi.barcel.app にアクセスすると見られるんじゃないかなと思います。ぜひですねこんな感じでデプロイするっていう手段も覚えておいてください。ポートフォリオとかを使った時とかに、よくですね使うことになるんじゃないかなと思います。で今回ですね駆け足ではあったんですけれども、GitHub にプッシュをして、で GitHub とバーセルを紐付けて、でデプロイをするっていうのを見てきました。ここら辺はですね基礎として覚えておいてください。で先ほども言いましたが、これからのリアクト講座で、どんどん進めていった時とかに毎回デプロイして皆さんが見られるような状態にする予定ですので、楽しみにしておいてください。はい、ということで今回の講座はここで終了になります。ご覧いただきありがとうございました。また次回の講座でお会いしましょう。バイバイ。